すいません。はい、何でしょうかお客様。314便って結婚じゃないわ、結婚になったんですか。あ、そうなんですよ、申し訳ございません。お客様、もしかしてそれにご搭乗される予定でしたか。あ、そうなんですよ、だからなんかね、振り替えの便とか頼もうと思って。あ、申し訳ございません、今日はね、で台風の影響でね、沖縄まで止めないんですよ、ここ東京から。あ、そうなんかな。じゃあ沖縄に近いところまで行ける便とかないんかな。いや、お客さん、申し訳ございません。今ね、東京上空に台風あるので、どこも止めてない状態なんですよ。知ってました？いや、知っとるけどさ、なんか、こっから、違うよ。名古屋とかから沖縄に飛ぶ便ないんか。あ、お客さん、それってありますよ。今ね、台風ね、11.7 号がね、上空を響り回っているんですよ。ね、最大瞬間風速79メートル。やばいな、それ。ね、それをね、羽田空港で観測しましてね、さっきボーイング767と747と797がね、吹き飛ばされてきましたよ。いや、お前やばいな、エアバス社員かよ。あ、そうです、私はね、ロッキードの社員です。いや、ロッキードってもうボーイングの買収されたから実質ボーイングじゃないのか。いや、でもね、エアバスの方がいいんですよ。この前ね、事故起こっちゃったけど、それはね、人為的なミスだったから、アメリカ版のビッグモーターと言われてましたからね。まあ、そんなことはどう言ってね、名古屋とか行けないの。あ、お客様、申し訳ないんですけど、この79メートルという瞬間風速ですから、新幹線とかもライラ線とかも動いてないんですよ。やばいな。じゃあどうやって行くの。歩いて行きましょう。歩くのって長いやろうか。歩くのってちょっと何時間ぐらいかかるんや。だいたいね、6日ぐらいかかるかな。いや、6日って。いや、まあいいんか。じゃあそれで歩いていくわ。ねえ、お客様、歩いたらもう明日には台風過ぎているわよ。え、そうなんか。お客様はね、ちょっと頭の頭脳が固いと思います。私はね、そこまで行っちゃいたいと思うんですよ。そこってどこ。横浜駅まで行ったらもう多分ね、台風止んでると思うんで。ないや、台風止むって。台風が過ぎて雨が止むやろ。お前の方が頭悪いやん。いや、私頭悪いと思ってない、言ってないですよ。じゃあどうすればいいの。お客様、ここから先行っていただきますと、台風、打ち切りゾーンがありますので、そこでボタンを押していただくと、1億6000万円で、台風を過ぎ去ることができるんですよ。何、台風を過ぎ去るって。台風を過ぎ去れるとでしょ、過ぎ去られるでしょ。いや、なんでそんな受動体みたいにするんですか。台風を過ぎ去るっていうね、台風を乗っけるという意味で台風が過ぎ去るっていう感じで。いや、他動詞やろ、自動詞じゃないんだから。いや、なんで英語みたいになっちゃってるんだよ。名古屋エアポート。いや、名古屋空港は、もうロサンゼルスには飛ばない。セントレアだから、どんどこどんどこどんどん。大阪国際空港は国際線が飛んでない。